丸よしり、綺麗な足を手に入れたい方は一緒に10分間頑張りましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、レジスタンスバンドを使った10分足痩せエクササイズです。今回使う部位、お尻、太ももの付け根、内ももなどをメインで使っていきます。このレジスタンスバンドを使うことで、いつものエクササイズが少し負荷が上げて行うことができますので、ぜひね、持っておいてください。もしない方はゴムなしで同じようにやってもらうことで、太もも痩せ、形のいいお尻を手に入れることができます。ゴムの強度ですが、一番軽いゴムの強度、一番柔らかいゴムを使ってください。10分間割と長いですから、硬い強度の分を使っちゃうと多分ゴールできないです。ですので、一番軽いやつ、もしくは使うときつかったらなしで OK です。頑張っていきましょう。はい、ゴムをまず足首に引っ掛けていきます。足を少し持ち上げたら横に広げていきましょう。膝は曲げておきます。いきます。まずは軽く引っ張る感じで OK です。ゴムは引っ張れば引っ張るほど強度が上がりますから、あまり無理しないようにですね、軽くゴムを引っ張る程度で OK です。ゴムがないよりはあった方が強度が上がってますので、無理せずにやっていきましょう。結構きついですよね。ゴムって本当にすごいですよね。これゴムなかったらあんまりきつくないんですけど、やっぱりゴムがあるだけで全然辛いです。数倍辛い。OK です。今度は足の裏に合わせてこのように引っ張ってももを使います。いきましょう。大腿直筋を使うことで綺麗な前ももになります。スクワットのように負荷がありませんから、負荷が軽くてですね、こういうももを動かす運動っていうのは綺麗な足ができます。これもゴムがなかったらですね、結構楽なんですけど、ゴムがあるだけで数倍やっぱ辛いですね。10分頑張っていきましょう。今からはですね、女性のエクササイズについてはこういったゴムを使うのが主流になってきます。今度は足首に通して四つん這いです。横に上げていきます。ゆっくり引っ張る感じです。これで綺麗なお尻が作れます。ゆっくりで OK です。辛いですね。ゴムは辛いですがね、これぐらい負荷があった方が。よし、次は反対です。適度に負荷がある方が結果が早く出ますから、頑張っていきましょう。今度は反対いきます。ちゃんと膝の裏に足首が来るように動かしてください。こうならないようにですね。そうですね。だんだんと力を入れる感じです。勢いよくギュッとやると力が逃げちゃいます。ゆっくり。お尻が痛い。
あ、お尻痛いですね。今度はももにはめます。ももにはめて足を閉じてですね、足を広げていきます。お尻がもう痛いですね。今度はこれで足を広げていきます。よっしゃ。太ももから広げます。これも膝の下に足が来るようにですね、こうならないようにですね。そうですね。今度は足首につけます。寝たままで足を交互に上げます。これも大腿直筋を使いますから綺麗な前ももになります。今度はうつ伏せです。上に上げていきます。これが結構つらいですよね。よいしょ。今度は足の裏に合わせます。上に上げていきます。これでもも裏を使いましょう。いきます。腰が反れないようにですね、肩からお尻までまっすぐです。お尻に効く。少しです。
ラストは反対です。こうです。勢いよく足を上げないようにですね、だんだん力を入れます。お疲れ様でした。レジスタンスバンド一番柔らかいぐらいがやっぱりちょうど良かったですね。これが硬かったらもっと辛いです。ですがね、強度を上げるために硬いものを使うだけでですね、同じ10分でも20分ぐらいの効果とか30分ぐらいの効果とか得ることができますから、徐々にですね慣れてくるにつれて強度を上げて筋肉にしっかり効かせてもらえたらなと思います。レジスタンスバンド足痩せエクササイズ10分、お疲れでした。ご視聴ありがとうございました。Thank you.